こんばんは、NTV をご覧の皆様、代表の大谷です。この企画は、園に来ていただくお客様をお呼びして、対談をさせていただくという企画になっております。では、田中さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では、早速始めていきます。はい、どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、最初、自己紹介から。はい。してもいいですか。はい。はい。株式会社ドラフトの代表をしております田中と申します。今ですね、株式会社ドラフトっていう組織はこう営業会社として、インターン生中心に約70名抱えておりまして、こういわゆる、ライフライン事業でこうエコ商材、太陽光とか蓄電池の事業、あるいはオーダースーツ事業を展開しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと起業される前はどういうお仕事をされてたんでしょうか。はい、もともとはですね、私は前職キーエンスっていう会社にいまして、こういわゆる FA 機器、ファクトリーオートメーション、こういわゆる工場を自動化するためのこうプロセスとなるこう機械を、作っているメーカーであり、それを直販の営業が売っていくっていう会社で、2年ほど本社で、販売戦略だったりとか、いわゆるその原価の、キーエンスの商品がどういうふうに作られているのかっていう、そのプロセスに関わる裏側の仕事をしていました。でそこから3年目の時に営業に出てですね、新潟っていう、こう地域になるんですけども、そこでこう営業マンとして活動していて、3年目の時に、歴代最高記録、事業部としての最高記録を作って、独立したっていう背景になります。すごいですね。では営業として出てもう1年目で結果を出したみたいな形になるんですね。実際は1年ですね。ってことですよね。はい、3年目とは言ってますけど、はい、営業になったのはもう1年ということで、はい、すごいですね。ありがとうございます。そのなんか原動力というか、結果を出したきっかけみたいなのがあるんですかね。そうですね、結構、自分の中でもなぜその結果出たのかなって考えることは多いんですけども、2つあるかなと思ってて、はい、1つはもう、この、キーエンスに入る前からこれ決めてたことなんですけども、はい、もう将来的に起業しようと思っていて、はい、その前段階で、キーエンスで環境の中で一番取れなかったら、その先起業したフィールドで一番になれるわけがないというふうに思ってたので、もう取らなければいけないっていうマインドでした。なるほど。で、2つ目としては、そのよくもある本社にこういた結果で、そのいろんな営業マンの営業手法を、すごい自分自身見れていた。あるいは戦略を作れていた、すごい精度の高い営業マンのやり方を自分自身体得できていたっていうのがあったので、本当にこう情報量というか、販売のノウハウがかなり自分の中にはあったなっていうのは、良かったなって思うポイントでした。素晴らしいですね。準備がかなり大切だった、はい、ということですね。田中さんの YouTube を僕も拝見させていただいたんですけども、今回この対談をより濃いものにしていきたいなと思っているので、そのYouTube を見た前提というか、はい、その前置きのもと質問をさせていただけたらと思うんですけど、はい、キーエンスをこう辞めるにあたって2つポイントがあったかなと思うんですけど、うん、自分が理想とする仕事スタイル、ワークっていうところと生活のライフスタイルっていうのが理想と少しだけ違うなとおっしゃっていたんですけど、その田中さんが今思い描いている理想の働き方とか、自分の生活スタイルみたいなのっていうのはあるんでしょうか。はい、それでいくとですね、理想とするのはまず、理想というか、その理想と違うと思ったのはなぜかというと、朝、例えば8時に出社して、はい、夜遅くまで仕事するわけですけど、これをし続けるために自分って生まれてきたのかなってまず考えたときに、その働き方、生き方にすごい違和感を感じたっていうのがあったのと、逆に言うとそれぐらい仕事って逆に言うと生きていく上でコミットするものだと思っているんですけども、そうなった時に果たしてこの商品をこれからも全世界全国に売っていき続ける仕事の在り方っていうのに俺って本当にこれしたいのかなって思った時に、すごい生き方、働き方、時間の使い方として違和感を覚えたっていうのがありました。なので理想の生き方っていうところでいくと、本当に命を懸けて、心からこれをしたいからこそ、これに時間を使うっていう選択であれば僕はいいと思うんですけども、それが例えば朝8時、7時から働く方がいいと思うんですけど、その自分が本当に命を捧げたい、本当に人生かけたいって思えるようなことなのかなって思った時に、それはちょっと違うなって思ったのになりました。熱いですね。はい。もう僕も同じ思いで起業してるので、すごく共感できるところがあります。こうキーエンスを辞めてから、まあこう起業するっていう前置きはあったとは思うんですけども、辞めてから何をするか決めたっていうふうにおっしゃっていたんですけども、こう今も経営されていて考える場面っていうのすごい多くなるかなと思うんですけど、意外とその考えるっていう行為がこう何から考え始めていいか分からないとか、考えるのが嫌になってやめちゃうっていう人結構多いかなと思っていて、その考えるステップみたいなのって田中さんの中でこうあるんですか？ルールじゃないですけど。そうですね、考えるステップってなんか僕の中ではすごい複雑ではなくてシンプルで、はい、辞めてからは今の事業を立ち上げるにあたった背景っていうのは、はい、すごい逆に言うとキーエンスで思いっきり仕事はしていました、はい、まあこう違和感を感じながらも中途半端に僕の性格上するのはすごい嫌いなので、本当にキーエンスで会社でレイヤーを得るために利益で貢献するために必死に働いてたんですけども、逆に言うとめちゃくちゃ楽しかったですし、本当に結果もまあ出てたので、なんだろう、サラリーマン僕のイメージって辛いものだと思ってたんですけど、本当に楽しく仕事はさせていただいてて、逆になぜ自分がこんなに幸せに働けてるのかな、楽しいのかなって思った時に、大前提結果が出てるからで、なぜ結果が出たのかなって思った時に、やっぱり学生の時の僕原体験がすごい大きくて、あの時力をつけられたからキーエンスも通用するビジネスマンになれたと思ってるんです。逆に言うとこうそういう人が一人でも増えたらいいなと思って、まあ、手段として営業っていうのが広がってくれば世の中どんどん良くなるんじゃないかっていうのがあったので、なんだろう、一生懸命考えるというよりかはすごい自分がワクワクできたこと、うまくいったことをより多くの人ができるようにするためにそれを事業にしたっていう感じだったので、なんかめっちゃ一生懸命考えたっていうよりかは、なんだろう、自分の心がワクワクする方向、はい、でかつ社会貢献、世の中のためになることって考えた時に、それをこうビジネスに転換できたらすごいなんか分かりやすいというか、分かりやすいのかなとは思いました。その結果を出すっていうところで、はい、なかなかこうそのノルマとか目標とかってこうつけるとすごいそれにネガティブになったりとか、まあ結局超えられない、達成できなくて自信がなくなっちゃうとかって結構あるかなと思うんですけど、はい、まあその達成する目標を決めて達成することに対して一番大切なことだったりとか、こう逆に達成できない人と達成できる人の大きな違いみたいなのってあったりするんですかね。そうですね、まあノルマを達成する人としない人の違い、はい、上げ出すと結構あると思うんですけど、はい、もう本当に一つっていうところで絞ると、はい、まあなんだろう、まあこう心理的な部分なんですけど精神的な部分がすごい大きいなと思ってて、やっぱり僕もその半年間あるいは1年間こう数字を営業マンとして追いかけ続ける中で、こううまくいかない月とか、はい、あれ思ったのと違うな、まあこれ経営でもそうなんですけど、はい、あれこんなはずじゃなかった、はい、ここでもっと数字伸びないとかってあるんですけど、はい、これ言い訳しだすと切れないなと思っていて、逆に言うとこの状況からどう挽回するかっていうふうに、絶対にその自分にもう自分から逃げないというか、こう数字から逃げない、目の前のことから逃げない、こう本当に向き合い続ける精神的な強さっていうのがやっぱりある人とない人、まあ、言い訳をするかしないかってこれもよりますし、その本当に決められた目標、自分で逆に決めた目標、はい、同意したことに対してどんな状況でも逃げずに向き合い続けられるかっていうのが本当に数字に直結するなと思いますし、実際今僕自身も営業会社していて、はい、まあこうちょっと1日崩れちゃったとか、はい、1週間崩れちゃったっていうのでもうダメだって、はい、多分思った瞬間に達成できなくなるものなので、はい、やっぱりなんだろう、精神論かよって思うんですけど、詰まるところそこ本当に大事だなと思いますね。たくさんの学生さんと関わっていると思うんですけど、はい、最近の学生さんたちとこう関わって思うこととかってあったりするんですか？そうですね、いい部分もありますし、はい、悪い部分でも違うなってやっぱりありますね。まあこう具体的に言うとですね、はい、いい部分で言うと、すごいこう賢い、まあ、慎重、まあ自分がなぜ例えば営業するのか、はい、なぜこの仕事をしているのか、この仕事からどういうことが学べるのか、それがその先どう生きるのか、はい、っていう部分はすごい慎重に、かつ1回だけじゃなくて都度こう彼ら考えながらアクションしているので、なんだろう、本当にこう戦略的ですし、はい、うん、賢いなとは思います。まあ、逆に言うと、まあ、ちょっと悪いところというか、はい、あれって思うところは、はい、思い切りの良さっていうのも大事だと思うんですよね。はい、うん、やっぱり僕も学生の時同じように営業していて、正直自分のやっていた営業が本当に社会に通用するのかって分からなかったです。うん、ただそこってもう自分で決めというか、やるって決めたらやり続ける、突き抜けるっていうのを大事にしたので、そこのこう突発性とか思い切りの良さっていうところはもう少しあってもいいんじゃないかなとはちょっとはなりますそうですけどね、なりますね、うん、今後こうドラフトという会社をどういうふうにしていくとか、はい、まあ、田中さんの今後こういうふうな目標みたいなのは今あるんでしょうか？はい、ですね、まあ、ドラフトっていう会社での目標としてはもうコンシューマー事業 B2C のこう事業において10億円達成するっていうことがもう目標ですし、そのために事業を分散したりですとか、まあ、リソースを増やしたり人的リソースを増やしたりとかっていうのも考えてます。ただ会社の大枠の目標としては、はい、コンシューマー事業で10億円を突破するっていうことがもう一番の明確な、はい、明確な目標ですね。応援しております。ありがとうございます。最後になんですけども、円の由来はご縁の円から来ているんですけども、田中さんにとって円とは何かというのがあれば教えてください。はい、そうですね、なんだろう、こう人生を豊かにするものだと思っていまして、はい、まあ、それって人生で自分の中でやっぱり仕事もありますしプライベートもあるんですけども、本当にこうご縁のおかげさまで仕事がプラスになること、紹介いただけてプラスになることもたくさんありますし、実際僕の中ではこう円さんっていうのは、まあ、こういわゆるこうメンズが、まあ、散髪してくれたりとか、まあ、本当にスタイリングしてくれたりとかっていう場所であるんですけど、大谷さんからご紹介いただいた方がこういわゆる、まあ、例えば仕事でつながったりとかっていうのもあったので、本当になんかどこでどうクロスし合うかわからないですし、どこでどうプラスになるかわからないものが縁だからこそ、すごい人と人の出会いとかご縁って大事だと思いますし、逆に言うとだからこそ僕も営業って素晴らしいな、楽しいなと思いますし、なんだろうな、本当に人生を豊かにしてくれるもの、プライベート仕事関わらず本当に自分を構成しているこの人生を豊かにしてくれるものかなと思いますね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。